今日は仰向けで行う、お尻の筋肉のトレーニングを紹介していきます。まず、両膝を曲げた状態に持っていって、で鍛える方と反対の膝を抱え込みます。でこの時に胸につくぐらいしっかり抱え込んでください。で、この状態から肩から膝にかけてが一直線になるようにお尻を上げていきます。これをだいたい5回から10回ぐらい行っていきます。で、こちらの反対側の足を抱え込むことによって背中の筋肉などを使うことが少なくなってくるので、お尻とももの裏に直接効きやすくなってくるトレーニングになるので、ぜひやってみてください。